1年目防御率 3.75、 1勝10敗。2022年、住田千尋選手でした。なんやこの成績。大井和田新三郎、16勝5敗、 3.81。 勝ち星がつかないうちにだんだんと投球内容も目そかしてくパターンや、マジで精神的おかしくなるやろ、野球楽しいんかな、3勝は捨ててもええやろ、加賀の1年目でも3勝は捨てたぞ、創設初年度の楽天にいそう、こういうの中日だけやと思ってたわ。ヤクルト立山も防御率良くて3勝12敗とかしてたよ。しかし西武は最下位でもないのに。西武って打線はいいイメージあるんやけどな。新人10連敗はリーグ初の記録やってな。川田の時投げてたら最多勝取れてたな。新人にここまで負けさせるのはやっぱチームがあれだろ。新人に対して相手チームはエースぶつけられとるんか。激レア成績やな。さすがにこの防御率なら3、4勝はできるやろ。小島和也21試合、3勝10敗防御率 2.81。 0勝10敗でなくてよかったわ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。